義士四十七図、吉田中左衛門兼助吉田兼助元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は中左衛門。吉田幸綱の子、本生は藤原氏。家門は丸の内花火氏。変名は田口和馬、篠崎太郎兵衛。官永十七年、笠間藩主、浅野長次家の家臣。 吉田幸津らの長男として笠間に生まれる。母は、備中松山藩水谷家家臣、海賀左門の娘。弟に、海賀友信がいる。昭法2年に、浅野家が赤江へ違法されたので、吉田家もこれに従った。金助も赤江藩に仕え、足軽頭となった。また、浅野家中の高州流軍学者、近藤正澄や近藤正則に、高州流軍学、 水沼九代夫から槍をそれぞれ学んだ。漢文三年には、熊井新八の娘と結婚、吉田久介、吉田成重、吉田金定、吉田健次家、吉田三、吉田末の四男事情を設けた。また、漢文十二年には八歳の寺坂信之の世話をし、吉田家の奉公人とした。上京三年には、阿古浅野家の肥料の張間国加藤軍の軍隊となり、 200国薬料50国を治療した。この時に、寺坂もお教して、加藤軍へ向かい、この際に、吉田配家の浅野家の足軽としている。元禄十四年3月14日、主君、浅野長典が、江戸城小司王廊下で、吉良吉仲に人情に及び、浅野長典は即日切腹、阿公藩は改役となった。この事件の法が阿公に伝えられるとすぐに、阿公城へ駆けつけ、 以後一貫して、筆頭過労、大石義夫派として行動する。なお、阿公城での会議中に、他班の患者竹井棒を捕らえる働きがあったと言われる。会場後は、大石義夫と共に、反省残務処理を命じられ、園派や指示で事務に当たった。この間は、江戸幕府より住人物が支給されたと言われる。残務処理が終わった後には、張間国三木町に移る。 元六十五年三月、近松行重と共に、江戸に下り、木良義仲への仇討ちを強行に主張する、堀部武爪ら急進派の説得に当たっている。その後も、田口一馬の変名で、江戸に泊まり、江戸の情報を、京都の大石に伝える役目を果たす。同年七月、長則の弟、浅野長弘が、広島の浅野宗家に、長預けの処分を受けたことを大石に伝える。 これにより朝の家最高が絶望的となり、大石は丸山会議において、以降はあだ打ち一本とすることを決定した。大石の江戸下校の際には鎌倉まで迎えに出迎え、また大石が関東で最初に滞在した、川崎平間村のカルベ五平宅離れも金助が手配したものである。12月15日未明、阿古老子は、吉良義仲の屋敷へ打ち入り、金助は、 裏門隊の大将、大石義金の貢献に当たった。なお、打ち入りの最中に、キラの姿が見当たらず、老子たちは、焦りの色を見せるが、金助は同志を知ったして探させたと言われる。打ち入り後、老子たちは、朝の長典の墓所のある、仙学寺へ引き上げるが、途中、大石の命により、富の森正よりと共に、一向から離れてお目つ付け。 戦国久直の屋敷へ出頭して、内入りの口上書を提出する役割を任された。また、キラ家の林勝地屋王子正し邸にも金助がキラを、打ち取った旨の報告をしている。その後、幕府の命により、大石義雄と共に、熊本藩主、細川津利の下屋敷にお預けとなる。元禄16年2月4日、細川家家臣、雨の森坊親の解釈で切腹。 去年六十四、主君、浅野長則と同じ高輪仙学寺に葬られた。開名は花香賢信寺。ありがとうございます。